女島灯台は、長崎県五島列島、五島市に所属し、福江島から南西に80キロメートルの沖にある、男女群島の中の一つ、女島にある灯台である。日本の灯台五十線に選ばれている灯台の一つ。また、映画、喜びも悲しみも、幾歳月の舞台の一つでもある。女島の航空写真。中央下川の赤丸の位置に女島灯台がある。 女島は、遣唐使を派遣した時代では、大陸と日本列島との間にある一つの島として、目標とされていたことからもわかるように、後悔の要所であった。そんな、女島は見上げるような断崖が続き、一年を通して、海上は平穏ではなく、近づきがたく上陸もしにくい島であり、この灯台を建設するのは、非常に骨が折れたという、 1925年6月2日に着工した工事は、1927年7月8日に、観光を見て、同年12月1日に発点灯した。ところは、女島の南端、屏部が裏の100メートル余りの断崖の上である。工事は、船着き場、道路の整備から始まり、資材の運搬と、ここでは、すべてが人力であった。工費は、当時の額で、 約15万円で大瀬崎灯台の工事と比べてもよりハードなものだったのが伺える。1927年12月に日本の灯台における最初の公衆電報取扱いの電信局が置かれ、1941年10月1日には無線方位信号所が設置され、さらには1956年6月1日には船舶気象通報業務を加えて、 この灯台の重要度は大いに増すこととなった。電信局と無線方位信号所の業務は廃されたが、今でもここで観測される気象データは、気象庁に送られ活用されている。全国で最後の灯台守ると呼ばれる職員が勤務する灯台であった。1997年には、中華人民共和国から違法操業の漁船に乗って上陸してきた密。 入国者と東大使をしていた海上保安官とが対峙し、見ず、入国者が海上保安庁に検挙される事件があった。2006年11月12日より自動化された。また、2006年12月5日からは、残務処理も終了したため無人東大となった。ありがとうございます。